では松井知事のちょっと一言よろしくお願いいたします。お願いします。今日はソチオリンピックスノーボードハーフパイプの銅メダリスト平岡拓選手も一緒にインタビューをさせていただきます。平岡選手よろしくお願いいたします。ではまず知事にお伺いします、はい、今日は世界的レベルのスポーツ大会などで活躍され府民に深い感動を与えた方に対して贈る感動大阪大賞を平岡選手に贈呈いたしました。高校生でオリンピックメダリストとなられた平岡選手ですが実際にお会いになってみられていかがでしょうか。いやもうナイスガイでね、ナイスガイ本当にすごく可能性も、感じるというかね、まあもう光ってますね。銅メダルやけども、はい、本人はもっと光ってますね。ピカピカありがとうございます。では平岡選手にお伺いします。日本スノーボード界に初のメダルというご活躍おめでとうございます。メダルを取られるまでにたくさん練習とか苦労を重ねてこられていると思うんですけども、いつも心がけていることとかありましたら教えていただけますか。そうですね、やっぱもうオンオフをしっかりつけることですね、うん、まあ、やるときはやるし、はい、まあ、そのゆっくりオフのときはゆっくりするし、そういう感じです。なるほど。ではスノーボード以外で実はこんなことも得意というようなことがあれば教えていただけますか。そうです、まあ、球技とか結構得意です。野球とかやってたんで野球も得意です。ありがとうございます。ではこれからの目標にされていること、スノーボードでも結構ですし、それ以外でも何でも結構ですので何か教えていただけますでしょうか。そうです、まあでもこれまでもオリンピックだけ目標にしてやってきて、まあまあ目標とかなくて、だからとりあえずゆっくりして、まあ、環境もいろいろ変わるし、そうですね、これから見つけていきたいです。はい、ありがとうございます。では知事にお伺いします、はい、スポーツ、文化、いろんな分野で頑張っていらっしゃる府民の方たくさんおられると思いますが、その方たちに向けてメッセージを一つお願いいたします。はい、本当に大勢の、スポーツ、文化で頑張っていただいている皆さん、皆さんの活躍で、本当に大阪府民元気になっております。感動をいたしております。これからも、府民に、感動を与えるような、そういうご活躍を、本当に念願してます。空港には迎えに行きますありがとうございます。では平岡選手、最後にちょっとお願いしたいことがあるんですけども、大阪のここが好きというようなところありましたら、大阪の PR をここでちょっとしていただけますか。そうですね、やっぱ、まあ、地元は奈良なんですけど、はい、まあ、高校も大阪で、よく大阪で遊ぶことも多くて、まあ、人も温かいし、ご飯も美味しいし、まあ、いいとこなんでぜひ来てください。平岡選手、これからのご活躍も期待しています。ありがとうございました。どうもありがとう。